はい、皆さん、毎度毎度。はい、動画の方はおばちゃんパーマね。まあ、後ろの方は5ミリで巻いてんのかな、今ね。トップは6ミリだね。やっぱ、後ろってのはかかりにくいね。っていうか、トップが、やっぱりかかりやすくなっちゃってんだよね。毛が細くなってね。チリ,チリチリチリね、すぐね。で、ある程度かかってないとね、やっぱりまっすぐ伸びちゃってね、ボリューム感出ないからね。まあ今日はね、クロスの話ばっかりだけど。はい、最後にね。 夏用のサラッとしたクロスこれがね夏はいいんだけどね冬使うとね静電気がひどくてねみんなねカットした毛くずをね引っ張ってるってのくっつけちゃうんだよねまあうちの店はねさいたま市でね乾っ風空気が乾きやすいんだよねだからやっぱり静電気がね発生しやすいんだよね静電気ほら防止スプレーとかあるじゃないああいうのかけてもやっぱりいまいちよねあれただの海面活性剤なんでしょ美容室で使ってるさコンディショナーもその効果があるっつうんだよね静電気防止のね 扇風機の羽とか洗うじゃないあれ、最後にコンディショナーをうっすらかけとくと、ゴミの付着が全然違うんだよね。まあ、このクロスは冬場は出番がないかな。まあ、夏になったらまた使うようなね、さらっとした感じでね。まあ、夏は気持ちがいいね。まあ、そういえば、去年買った、ほら、美容用のさ、ズボン僕らの作業ギアの通販で買ったんだけど、山本関西のブランドまあ、覚えてる人もいるかもしんないけど、 まあもう、どっか行っちゃったかね、その動画がね。全部で4本買ったんだよね。で、どれも、パーマ材だの次亜塩素さんがちょっと跳ねたぐらいだったら、色落ちしないまあ商品には仕上がってるね。ちょっとね、型番とか忘れちまったけど、4本買って2本はやっぱり若者の向け若者向けってのはやっぱりウエストの作りが違うね。うち2本はやっぱりおっさん向け、やっぱり自分はおっさん体型なんでね、腹がね、こう見えても腹が出てるからね。うちのお兄さんいるでしょ あれと自分どっちがウエスト太いのって言ったらね、自分のが太いんだから。これ言うとね、みんな驚くんでお客さんも。なんか見るからにお兄さんのががガッシリしてて、ね、筋肉質で、なんか太そうなんだけど、ウエスト細いんだよ、まだ若いから。やっぱね、体型に合わせてやっぱりね、ちゃんと作られてね、ズボンっていうのはね、おっさん向け、若者向け。やっぱりね、自分が若者向け履くとね、やっぱりちょっと窮屈なんだよね。もうこれはね、買ってみねえとわかんねえかな。 山本関西って言ったら、ほら、美容のユニフォーム昔白田かなんかで出してたんだよね。それがもう撤退しちゃってね。今はもうね、やってないんだよね。白田は山本関西をね。でも、そこらの作業着や、普通の。そこではまだ山本関西ブランドってん、ね、で出てるからね。やっぱ生地のね、選び方とかやっぱりいいよね。同じ黒でも、いろんな黒あるじゃない生地の質感とか。やっぱりね、それなりのね、生地をね、選んで、やっぱりズボンにしてるよね。はい、今ね、関西のズボン履いてね。 こういうとこにワンポイントあるけど、まあ、こんなこと使いもしないけどね。不審者だね。まあ、履きやすいズボンだね。型番とかちょっと忘れちゃったけどね。シミもつくことなく。値段も確か3000、4000くらいだと思ったよ。 とにかくね、美容業の場合はね、薬品使うからね、シミになっちゃったらもう終わりだかんね。まあそれで、ね、シミにもなんないしね、ジアエンソ使ってもね、漂白剤使ってもシミにもなんないしね。もう自分なんかね、どこ行くんでもこのまま行っちゃうかんね。山行くんだって、飛行機乗るんだってこの服装だかんね。やっぱね、美容の業務用のズボン、今いろいろ売ってけどね、今ね、制服さ、素人でもどこでも出てるけど、大したの出てないよね。まあみんな好き好きあるけどね。 やっぱインターネットのね、ユニフォームや制服や作業着や、あそこで関西ブランドのズボン買っとくのが無難かなと思うね、安くてね。男なんかズボン履いてないんだけど、履いてればいくら履いてればいいってもさ、やっぱね、生地のね、質感が悪いってうのってやっぱりダサいんだよ。何が違うんだろうね。生地の質感とか微妙なさ、ズボンのこの立体的な作り方。何が違うんだろうね。本当にね、ダサいのはダサいね。あの、美容専門のユニフォームのズボンって。 山本関西がさ、白田から撤退しちゃったじゃないどうしようかなって路頭に迷ってたところさ。いや、ネットでググって作業ギアから入ってったら、まあ、売ってる売ってる。で、去年ね、買ってみたんだけどね。やっぱ山本関西ブランドはいいね。まあ、あまり宣伝してもね。あれだけどね。はい、お疲れ様でした。